はい、八千代タウン TV のテタンです。暑い日が続いてますね。かなり暑い日が続いてるかと思うんですけど、で、まあ台風などもね来て騒がれていましたけど、私その台風の日はたまたま休みだったんで家でおとなしくしておりました。いやーでも本当疲れましたね。夏休みどうですか？私夏休みがないんで普段の通り普通に仕事しております。はい。で、仕事行く前に私はコーヒーをよく飲んでるんですけど、以前はあの秋葉原駅内にマックがあったんですよね。マクドナルドです。で、マクドナルド連絡通路にあったんですけど、そこがですね、あの JR の JR 東日本のホテルメッツだったかな、それの建設に伴いなくなってしまったんですが、はい。でその後ですね、どこで朝コーヒーを飲もうかといろいろ迷ったんですけど、まあ最初の頃はあの、スターバックス、スタバですねを利用してたんですが、やっぱねスタバはね底辺労働者である私にはちょっとねきついんですよね、うん、まあ上級国民の皆様向けだと思うんですよ、あの価格帯は。なんで、しょうがないんでね、他にどっかいいコーヒーショップないかなと思ってペックスコーヒーっていうのを見つけまして、あの秋葉原駅ありますよね、そこをちょっと出たところの高架橋下にですね、あの寿司屋の隣にベックスコーヒーがあったんですよ。今はもうないんです。あの駅の開業工事に伴う閉店だそうです。秋葉原駅はもうだいぶ前に開業工事やったんでしばらくやんないのかなと思ったらまだ続くようですね。でその秋葉原駅の開業工事に伴う閉店によってまた行き場所を失ってしまったかと思ったんですけど、ちょっとね駅から離れてるんですけどね、中央口の方、そう、ヨドバシカメラがある近くにマクドナルドがあるかと思うんですけど、そうなんです。ここなんです。ここ、今、私が座ってる席がマクドナルドの席なんですが、そこでね、コーヒーを飲むようにしてます。で、ここで朝一杯のコーヒーを飲んで、職場に向かうといった、そんなルーティンになっております。いやー、ここね、電車がよく見えるんですよね。で、まあ、子供優先席だそうですね、今私が座ってるところは。でもまあここ朝早くて子供もいないんでここに座ってるんですけど、まあ、夏休み、社会人も夏休みに入ってるのかな、結構ガラガラですね、今日に限って言えば。そんな感じです。で新幹線も見えるし山手線も見えるし、ここは鉄道ファンにとっては穴場でもないのかな、有名なのかな、みたいな感じになっております。まあそんなこんなで朝の鉄道の風景を見ていきたいと思います。
そんなわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。